一神教では無理なんですよ、これ、どう考えたって、土台。やっぱり神仏融合っていうわけじゃないけども、八百万の神じゃないけども、あれよしよしと、みんな来いと、みんな日本に集まってこいと、ただここに来たら、争いは許しませんよって、みんな手を取り合ってやっていきましょうよと、お互いの気持ちを分かり合ってやっていきましょうみたいな。LINE のグループ LINE のやつのやつ大丈夫ですか？個別連絡来ました？いや、結構、生々しいね。ちょっと生々あ、しい。そうなみんんなで言っだ。とくか、みたいな。そうね。どういう生々しいかっていうのが重要ですね、逆にね。財産税的なところらへんかな。それに合わせて、どういう準備しとくか、みたいな話。気持ちはわからないでもないよな、やっぱりな。そういうことね。なるほど。前振り、いつものその朝の世界のニュースはの、まあ、代わりにね、そこやな、ちょっと生々しいけど、質問の、なんていうかな、大きなところをやっぱりちょっとこう伝えとくと、なんていうかな、そういう、どうしましょう的な内容はわからなくはないんですよね。ただまあ、その基本的にね、ただね、前にはあいちゃん、通貨のお話の時に言ったけど、基本的に共同幻想なんですよ、通貨って。まあ怒られるんやけど、そんなこと言ったら、だからそれ現実なんですよね。例えば、1万円札みたいな紙があって、それで何かを1万円札持っていけば、財やサービス、何か買うことできたり、何かをサービス受けたりすることができるわけじゃないですか、現実も。ただ、これって受け取る方が、これで1万円としての価値があるよねという認識を持ってみたら、それだけの話なんであってな、これ実際問題が。だから、例えばジンバブエドル号やで、その 10万ジンバブエドルを持ってこられて、この商品くださいって言っても渡さんわけでしょ、現実が。なるほどですね。だから、ただそれだけの話なんですって理解してくれたらええけど、なかなかそこの呪縛が取れないっていうか無な。理っす、無理っす。それはいい意味でも悪い意味でも、年齢が上がるほど無理っすね。要は固定観念が強くなっちゃうから、それは。いや、固定観念というよりはな、なんでそうなるのよみたいなことが多いんです。いや、なんでそうなるのって否定からじゃないですけど、確かにそのなんでそうなるのっていうのはわかりますけど、でも実際それで生きてきちゃってるので、やっぱり、なかなかそれをね、抜けるのは一回リセットしない、グレートリセットじゃないですけど、リセットゼロに戻すしかないんですよ。人生やり直す気持ちやんないと。で、まあ、ちょっとその生々しい系のところを今日最初伝えておくとね、言ったの、その共同幻想っていうのが大前提なんですよ、これ。まあまあ、そこわからんとどうしようもないと。でね、で、じゃあ、その共同幻想である通貨的なものを金に変えといたらいいですか、銀に変えといたらいいですか、金は上がりますか、銀は上がりますかっていう話があるわけよ、これな。わかるよまあ、な、それ今。はもう価値のね、ただそうね、ね。ただその共同幻想の通貨に対しての上がりますか下がりますかっていうことじゃないですか。そうね、結局は次はそういうことだよね。そうでね。も、その共同幻想である通貨はそもそも何の価値もありませんって思っとったら上がりますかも下がりますかもないんよな、これ。難しいところだな、そこはな、確かにね。ここを理解してくれるとちょっと難しいんですよ。その上がりますか相対比較ですよね、言って。その要は円ですわな、言ってる話は。円、日本円に対して金が上がりますか、銀がこれから上がりますか、みたいな話じゃないですか。ここで大事なことっていうのは、ちょっとよく聞いてほしいんやけどね、愛ちゃんもひっくるめて、皆さんな。金とか銀っていうものってあるよね。あれは物ですよね。もので金す属。ね。いいですかね。で、じゃあ、あれそのものに何か価値があんのかって言ったら、僕からしたら、あれそのものも何も価値もないんですよ、別に。ただ単の鉄みたいな。で、じゃあなんでその金は一応価値があるとされてるんかって言ったら、やっぱ綺麗。ピカピカって綺麗で、宝飾品に使えますね、とかな。そうで、ね。金っていうのは、ピカピカは光ってないけど、その産業製品、産業、半導体の部品とか、まあまあ、半導体の材料とか、そんなものに使えますね、という話ね。だから、何かね、加工した時点で価値が
出てくるっていうものじゃないですか、そもそもが。あれ食べられへんから。まあ、そうね、そもそもそういうことですね。まあ、端的に言うとよ、今日、ちょっとざっくり言うよ、もう話が長なるから。で、ね、その金とか銀が、要は何か、その日本円じゃなくても何かの通貨、これから出てくる新しい通貨とかなんじゃらかんじゃらっていっぱいあるけど、はい、限りなく価値がゼロになるってことはないんですよ。金なのか銀って、はい、だからね、俯瞰紙幣の通貨っていうのは場合によっちゃゼロになることってあるんよ。ただの数字だから、はい、極端だよ、はい、でもそういうもの、実物っていうのはゼロになることはまずありえないんですよ、絶対にな。ないですね。何かもな、そんな大きなことはないやろうけど、あった場合ですよ、例えば金塊な金とか銀を持ってれば、はい、いざとなったらそれを持ってお米に変えてくれることもできるわけでしょう。はい、物々交換できますからね。そうですね、うん、でも通貨なんていきなりゼロって言われたらゼロで終わりですよ、そもそもが。そこを理解せんともうどうしようもないんですよね。要はその変換するレートの部分ではなくて、その物と物っていうのが交換、昔ながらやってる物々交換ができるんだったらそれで生き延びれるよねって話ですよね。要はいやいやいや、そこまで極端じゃなくても価値の保全っていうのを考えてるってことですよ。みんな質問で生々しい系が多いってことだな。そうですね、はいはい、そういうことでしょ。価値保全したいわけでしょ。で、そうですね、あるいはその、うん、目減りすんのが家やとか、取られるのが財産税で取られるのが家やとか、そういう話でしょ、単純に言ってることって。まあ言ってることってそうですね、はい、なるべく価値を。じゃあ簡単な話、取られないものを持ってればええわけの話ですよ。簡単なことですよ、だから。要はだから通貨というのは取られる可能性があるわけでしょう、現実。はい、そうですね、うん、もしくは取られる可能性がなくてもインフレ化していく世の中で、これからインフレ化していきますよって言ったよね、何回も何回も言ってるよね。そうですね、はい、インフレ化していくということは通貨を持ってたってその通貨の価値は減っていくわけですよ、目減りしていくわけよ、ほっとっても。はい、まあ、当たり前の話でしょ。はい、でさらにもう一個言うと、その通貨を置いといて、その通貨を取られたらどうしようっていうより、俺これもう100回ぐらい言ってると思うけど、置いといても何の意味もないんですよって、もう100回言ってんだけど、うん、はい、何とも理解してくれへんねんな、みんな。そうですね、なかなか。そうね。どうしたらええんかなこれっていう時は。いや、もう伝えていくしかないと僕は思ってますけどね、そこに関してはね。うんうん、だからどう言ったらええんかなこれと思うよな。だから何なんやろうな。だからやっぱりどうやったってその国とか、うん、その法とか、なんか国がそんなことになるはずがないとか、法律がそんなことは守ってくれるだろうとかみたいな、やっぱり前提におるんでしょうな、まあ、どうやったってな。うん、うん、まあまあそうですね、まあ、我々の国もともとそういう激しいことってあんまなかったし、これからもそんなないと思うんで、うん、なかなかそれがやっぱり肌身で理解できにくいかな、ヨーロッパの人とか中東の人と比べるとな、うん、国を追われて、国を追われて逃げるとかな、ユダヤの民みたいな、そういうこと経験がないから、なおさらそうなるんやろうけど、はい、うん、でも、でもやっぱり一番っていうのは、その価値を保全するっていうのは実物ですよ、どう考えたってな。うん、はいはい、その要はな、ありもしないありえもしないような、なんかこう金融商品とかの通貨的なものより実物であったり、うんうん、自分のその知恵とか、はいはい、自分の能力とかで、はい、あとはその自分と知恵、自分の知恵と能力を生かして、その持ってる通貨をその会社と起こしたりとか事業にとか、はい、はい、そういうことですよね。結局はもうそれしか方法がないんやけど。そうですね。はい。なんでそうなんだから、あのね、こういうことなんですよ、愛ちゃん。うん。ちょっと前はり長くなりすぎたけど、価値の保全って、はい、なんかね、はい、結構皆さんね、守りのイメージ持ってるんですよ。守るね。はいはいはい。守りのイメージでおるんだ、うん。そうね。そうね。僕と考える価値の保全っていうのは、うん、どちらかというと攻めのイメージなんですよ。うん。ああ、はいはいはい。攻めと、うん、なんか言ってることは分かりますよ。攻めと守りですよね。そうですよね。うん、だから、こう、
守りでこう、なんていうのかな、今持ってるものを守っていきます的な発想っていうのは結構難しいと思うんですよ、いろんな意味合いで。そうですね、難しいですね。今持ってるものを活用して、さらに何かをやっていきましょうみたいな発想の方が、はい、うまくいくし、楽しいしな、もうそんな長く、まあまあ、そうですね、はい、楽しいですね。うん、そうでしょ、だから活用して前へ向いていろんなことをそうやっていくよっていうことやと思うよな。そうですね、うん、うん、そうだと、うん、この絶好の大チャンスの時代が到来したのが今ですみたいな話。うん、そうですね、はい。そうですよね、世の中がだからのんべんだらりとまったりと何にも起こりませんっていうことやって、はい、社会的にもデフレみたいな世界だったら別にそんなことする必要ないわけでしょ。全くする必要ないですね、はい。もう世の中がデフレやったら、なおさら通貨を持ってれば持ってるほど増えていくわけですから。そうですね、はい、はい。でもこれインフレに転じたんから、持ってれば持ってるだけ目減りしていくわけですよ。はい。だから、やっぱ投資して活用して、その楽しいことを自分たちで事業でやっていくとか、そういう発想にならんと、うん、これが大チャンスっていうことやと思うかな。うん。いいかな、まあちょっと、今日は最初に冒頭で、世界のニュースはちょっと省いて、ちょっと生々しいの僕の基本的なスタンスっていうか、考え方っていうか、はい、あそこは大前提をちょっと伝えておかんと、どうやったってなんか同じような堂々巡りになってしまうから。でも良かったですね、直接お問い合わせが来るってことは、伝える人には伝わってるんでしょうね。いいことですよ、ありがたいことです。今後はね、ご質問いただけるともうちょっと攻めの姿勢っていうかな、うん、はい、うん、どうせあったらこの機会なんかやりたい。まあ今回ね、ご説明だけ皆さんひどくと、この LINE のお問い合わせのところに、ね、一件お問い合わせいただいて、でちょっと生々しい質問をしたいんですけどいいですかってまっちゃんの方に直接連絡をしていただいて、で話をしたっていうのが経由だったんです。まあ、今後もこうね、定期的に解放はしていくので、分からないことだったりとか、質問だったりとかっていうのは、まっちゃんの宛に、いやまあね、そういうところに投稿していただければ、まっちゃんの方から連絡いくと思いますので、皆さんぜひ、ガイド欄に問い合わせがございますので、まあ、そちらから入っていただければと思います。はい。そうですね。まあ、本当、ね、もう一回なるけど、前向きに何か、はい、自分の新しい人生っていうか、自分のやり方を、はい、実現させるために、その今あるその資産的なもんとか通貨的なもんをそう活用しながら何かしていくっていう、はい、その考え方を変えるっていうことやと思うわな。やっぱそうですね、やっぱり変えるっていうところをちゃんとやらないといけないですね、うんうん、そこが一番大事だと思うわ。うん、いろんな大事さはありますけどね、うん、そう、そんなな、その持ってるものを守ってね、うん、いつまで生きんのよみたいな話じゃないですかおっしゃる通りだと思いますよ、はい、うん、そんなことで考えてるよりもっと前向いていこうぜみたいなそうですね、はい、そんなふうに思ってます。はい、じゃあ今日ありがとうございます。はい、今日のテーマはですね、今ってやっぱりこれからの時代これからの時代ですよ。このガラジアにどん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 上に上がっていくだったりとか、インフレを続くっていう部分があるとは思うんですけど、まあその中で日本と世界って動きって、まあ、それぞれ違うじゃないですか。スピード感だったりとか、なんだろう、加速度も違うと思っていて、やっぱ結局、なんだろう、ビジネス業界とかは、海外の方が先に、2、3手先に行ってるっていうふうに言われてまして、日本の方が遅れてるって言われてますけど、逆に遅れてる分、日本の方が作れた技術があったりとか、画期的なことがあったりとかっていう、素晴らしい部分もあるんですけど、まあ、実際、ちょっと今日話したいテーマとしては、比較をしながら、きちんとその、なるべくグラフをとか比較をしながら、日本と世界との違いというのをですね、ちょっと未来がどうなっていくかっていうのをですね、話し合いたいなというふうには思うんですけど、何かしらなんか、まっちゃんの方からその辺で気づいたところだったりとか、疑問に思っていることだとかあれば、言っていただきたいなと思うんですけど、何かございますか？なんやねん、そのグラフ出せって。そんなもん。なんかホワイトボードを使ってグラフ出したくないですか？いや、まあ別にいいんですけど、話しながら僕、視聴者に分かりやすい方がいいかなと思ってて、だからせっかくだったら、日本と海外の違いみたいな、そういうの。まあ海外とか外国って言うけど、みんな一括りにするけど、そんな一括りじゃないんでね、いろんな。まあ、世界ですね、これ。世界です、ね、世界って言っても大雑把すぎません？なんかいろんな民族もあればなんでね。そうそう、うん、ただね、言えることを今からちょっと、じゃあ世界と日本の未来っ
そんな感じのイメージはざっくりとして新しい時代な。そうね、うん、そうですね。はい。うん。キンキンのところ辺から。はい。で、キンキンのところ辺から行くと、はい。そもそも、この、なんていうかな、200年近い、日本で言うと明治新興っていうのは、はい。世界の軸っていうか、世界を動かしてた源泉っていう、源泉やな。例えば人が何かを行動するとか、はい、人が 何かの思考するとかの源泉にあったもの、源ですよね。はい。で、これってやっぱり唯物論なんですよ。この200年ぐらい。唯物論、はい。要は目に見えてるものとか、その、はい、金銀財宝とか、はい。あとは車とか、なんでもそうですよ。財、あの、耐久消費財含めて財ですわ。はい、財、はい。まあ、通貨も、な、その、あの、共同元素の通貨も一緒ですよね。うん、はい。要は、唯物論的な思想がこの200年ですよ。はい。ざっくりやで、はい。細かいことは言ったんけど、うん、あんま時間ないんで。はい。この200年っていうのは、その唯物論的なものが、その源泉っていうかな、人々の行動の源泉として世界が動いてきたわけですよね。はい。はい。うん、で、これが、まあ、宇宙の天体の運行がちょっと変わっていったりとか、その地球の傾きがどうなったとか、どうなったとか、ああなったとかじゃなしに、宇宙全体の流れとして、はい、次の地球はどちらかというとその唯物論的な方向じゃない方へ行くわけですよ、簡単に言うと、はいはい、うん、でどういう方向なんですかって言ったら、やっぱ次のステージっていうかステップっていうの人ステップとしては、やっぱり目に見えないものですよね。目に見えないもの、うん、目に見えないものを取り入れていくような力っていうか、時間をかけて、あと10年20年30年かけて、うん、それがその世界の源っていうか、その軸になるものかな、はいね、うん、要は大切にしていかないといけないものですねっていうのを、これから10年20年30年かけて地球人類は構築していくっていう形に入るんですよ、うん、でそれは何なんですかって言ったら、今はその抽象的にしか言えないんですよ。だって世界の人々ってそれぞれやっぱ民族的とか宗教的とか国的とかいろいろその価値観があってね、うん、唯物論っていうのが目の一番中心にはあったけど、やっぱ宗教的価値観っていうのもいろいろあったりで、はい、うん、それぞれあるわけな。はい、まあまあ、それは。で、端的に言うとね、何がその一番価値のあるものなのかっていう世界に変わるかって言ったら、はい、やっぱり人なんですよ、今度は。人、人。うん。はい、人間なんですよ。その人間が持つ神的な能力っていうか、はい、まあ、神的ね、ある意味超能、うん、ある意味超能力って言ってもいいですよ。うん、なるほど、うん。そういう人が持つそういうエネルギーっていうか、そういうものがやっぱり一番大事よねと。うん、いうような世界に入っていくわけだな、はい、うん、でこれは神様より人が偉いとかそういうアホみたいな話ではなくて、はい、そもそも人っていうのが地球に誕生したっていうか、地球にこう置いとかれてる理由みたいなやつですよ、うんうん、それは地球環境を良くしていくとか、はい、戦争のない、なんていうかな、幸福な世界を作っていくことができるんだろうか、はい、こいつらにっていうことを実験というか試してるっていうか、ゲームで遊ばれてるっていうか、もうそういうことなんですよ、単純に言うとな。まあまあ、単純にそうですね、はい。そうそう。今までは唯物論、この200年は唯物論的なところで、戦争をやってみたり、殺し合いやってみたり、強奪やってみたりな。いろいろとありますね。うん、で、金融とかな。そうですね、なんかアホみたいなことばっかりやっとったわけよ、そうですね。バッと振り返ると、今これ見て、この動画見てくれてると、もう今言った瞬間に分かったと思う。そうよね、こんなバカみたいなことやっとったわけ。まあ結局、その繰り返しですけどね。はい、考えてみて、この200年。戦争。そうですね。戦争ですよね。あの金融詐欺。で共同幻想の通貨、これの奪い合い。まあ、奪い合いですね。はいはい。まあ、まあ、まあ。これ多分な、宇宙、なんで我々をゲーム、我々がキャラクターでゲームを操ってる、その、なんていうのかな、そのシミュレーションゲームをこう操ってる人たちから見ると、何やってんの、こいつらみたいな。まあ、ええわ。でね。でそのもうそれがそのこのここから10年20年30年かけて次へ変わっていきますっていうことなんですね。うん、なるほどね。うん。ってなってくると次は唯物論じゃないんですよ。うん。もう。うん。だからそれは確かに電車も走ってるし飛行機も飛んでるし、なんやったっけ、その建物も立っていったりはするやろうけど、うん、ただ今までみたいにそれが大前提でありきっていう世界じゃないってことなんですよ。なるほどね。うん、ええかな。うん、はい、ええですよ。だから最終的にはその国、まあまあちょっと今日は
世界と日本っていう話になったからそこへ行くけど、ちょっと一足飛び飛び越えて行くけど、最終的にはその土地にいる民族とか、国が持つ国柄とか、はい、あと、なんていうかな、そういう愛っていうか、優しさっていうか、調和っていうか、そこへ最後は勝てるんですよ、はい。もうどうやったってこれ今回。はい、うん、でね、それ今なんで それを言ってるかっていうとね、はい、日本のテレビ、メディアではあんまりやらんけど、前も言ったこの動画で言うけど、フランス偉いことになってんのよ、今。はいはい、本当に、うん。要は移民問題ですわな。はい、うん、あれも仕掛けられてるんですよ、1960年代ぐらいからずっとね。うん、はい、あれは売られた移民問題なんですよ。うん、はい、要は移民を植え込んで、北アフリカなんかから移民を植え込んでいって、最終的には移民爆発みたいなことをさせるきっかけがあれば大暴動みたいな、はい、内戦になると。はいはい、そういうことを仕込まれてるわけですよ。そうですね。で、それはもうアメリカ、今のアメリカ、南から移民がバンバカバンバカ入ってきてるけど、アメリカも、はい、しかりなんですよね、はい。で、世界中の国々のほとんどがもうそういう移民問題っていうのを抱えてるわけで、うんうん、で、日本の場合も今最近ちょこちょこっとよう言えるけど、その外国人労働者を入れてな、はい、どうしたらみたいなやつってあるじゃないですか。ありますね、ございますね。うん、だからこれからまあ日本がその経済的に豊かになるとかならないとか、東南アジアのそこら辺のフィリピンとかベトナムだと経済力が変わらないようになるから来ないんじゃないだろうかとか、うんぬんかんぬんっていろんな話はあんねんけど、ありますね、はいはい、あるんやけど、でも来るんですよ。これ理由があるんですよ。治安がいいんですよ、日本がね。だから来るんです、うん、はい、で政治っていうか国が門戸を広げば、おいでおいですればするほど済むよ、やっぱどうしてもな、うんうん、だからこれから増えることは間違いないんですよ、うん、ただね、ここでね、その世界的なフランスのああいう移民問題の内戦前夜みたいなああいう暴動もそうやけど、世界の人々ってどちらかというとね、まあ、国だけど、はい、特に西洋的な人たちっていうのは、はい、労働者として今入れましょうってやってるわけでしょ、労働不足だから、はいはい、あれってものの考え方としては、根本的な考え方としては、奴隷を入れるっていう考え方でしょ、あんな。まあ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 、極端に言うとそうですね、はい、うん、それは言い方としては、特定技能2号なんとかとか言いながら枠を広げますとか言って、その、外国人労働者、外国人留学生は宝だとか、なんかわけのわからんこと言いながら、要は労働者を迎え入れるというか、奴隷入れますよみたいな話じゃないですか、うん、まあまあ、で、世界的な西洋文化、西洋的なところってやっぱそういうところがあって、根強く、うん、はい、移民は奴隷として扱うみたいな、うん、はいはいはい、要は安い賃金でこき使う労働者として扱いますみたいなことがあるから、ああいう暴動みたいなことも言うし、はいはい、元にもなるしな、なるほど、うん、だからあと治安も悪くなったりなんかあんねんけど、この方はでも前も言ってるけど、はい、日本っていう国ってね、うん、世界で唯一変わってるんですよ。僕世界中大概の国全部行ってるから、祭りで、はい、であちゃこちゃに友達もおんねんけど、唯一変わってるんですよ。あんまりその日本に来ると日本人っぽくなっていくよ、外国人なんか恐ろしいなのに、はいはいはい、これ何なんか俺にはちょっとようわからんねんけど、はい、多分だから治安もええし安全やし、ご飯おいしいし、その奴隷としてあんまり扱われへんし、いいよねと思ってるって感じなのかなと思って。だからある意味ね、最近ここ200年ぐらいでやっぱかなり、そのなんていうかな、江戸時代ぐらいまでの日本人的なその根源っていうか、魂みたいなもん、はい、引っ張られたっていうか、なんていうかな、こうへし折られたっていうか、多少はなったけど、はいはい、やっぱりね、大調和、調和っていうか、和ですわ、和、うん、和の和、あの漠然とした抽象的な和っていうのが生きてますよ、まだこの国は。うん、人を思いやるとか重んじるとか、周りを見るとか、空気を読むっていうのは、みんな空気ない人が多いって言いつつも、やっぱりのありますよね、中にね、やっぱりどんな人でもね。だからまあ最近はな、やっぱり何でもはっきり言わないといけないとか、うん、イエスの発言しないといけないっていう風潮には最近はなってきたけど、うん、それでも世界中、俺大概の国言ってるけどな、言わんでもこの感じ分かってよみたいなんて、日本人しか分からん。うん、なんか日本人ってやっぱりどんな人でも、その空気とかその状況把握っていうのはみんな勝手にしてますね、やっぱり。で、うん、
どんな発言が強い KY の人だろうと、口閉ざすときは閉ざしますもん、やっぱり。うん。だいぶ違うんですよ、やっぱり。ねえ、それは、うん、だいぶ違うと思うし、やっぱり生まれ育った環境の、DNA が、居ついてますよね、日本のね。やっぱりね。うん、だから、うん、まあ、大使さんがね、やっぱり、立派やったように、和をもって尊しとなすっていうかな。はいはいはい、もうそこは全ての根源なんですよ。だから、例えば日本のその憲法改正とか、なんじゃかんじゃってあっても、何かを変えるときにも根源になるのは和をもって尊しとなすとかな。うん、そうですね。抽象的なな。あ、だから、外国の人からしても、西洋の人からしても、ちょっと分かりにくい、中東の人からしても分かりにくい。和を持って。この感覚は多分日本人特有だから、海外の人には伝わりにくいっすよ、やっぱり。いや、伝わりようがないのよ。どういう意味にでも解釈できるような広い範囲なんでね。まあまあ、抽象的すぎますよね、本当に、ね、うん。感覚のレベルですからね、本当に、ね。だから、聖徳太子が、その神仏を、融合させるっていうことをやったわけなんで、要は神と仏を融合させるっていう凄さがあるからな、この国は。まあ、要は分かりやすいと、白いやつも黒いやつも黄色いやつも悪魔も神様もみんな大集合でみんな調和していくぜみたいな世界を分かりやすい。そうですね。うん、なんですよ。だからおっしゃる通りだと思いますよ。うん、例えばね、僕がじゃあ畑やってて、その農業と漁業やってたのしょうや。で、はいはいはい、そこからじゃあベトナムの子が来てね、はいはい、例えば1年か2年うちの畑と漁業手伝うと、ナンバーホームみたいな感じでな、うんうん、この子が2年したらこの畑君にやるから君はこれ食っていけっていうことをやるわ、やっていくわけでしょ、うんうん、だからこれを奴隷として要は安月給でかなんていうかな使い続けるっていう感覚じゃないんですよ、日本人の場合っていうのは。うん、そうね。もう畑をあげるから自分で食べていってねと、うんうん、いう形なんですよ。これが日本人の感じなんですよ。そうなんですよ。じゃあな、はい、その畑をもらったそのベトナムの子がじゃあこれ日本人を恨むかって言ったら恨まんかでしょ。こんなありがたいところ。いやいや、もう本当にもうありがたくて、もういや一生つきますみたいなのをいう感じになるよね、やっぱりね、うん、だからそこへじゃあそのフランスみたいな暴動とかなあんなことが起きるってないんですよ、はい、そういうみんながそういう人になっていくと、うん、そうですね、だから、うん、例えば工場の社長さんがその別に、うん、君もそろそろ独立出したらどうやと、うん、はいはい、まあ、銀行にちょっと金話したるからお金借りて自分になれと、うん、協力、いうような人ばっかりになっていったらこれは、うん、そりゃ尊敬されるよ、日本人がもう、うん、まあ尊敬されますね、それはそうよね、本当に自分たちのことだけじゃなし自他の精神があると、うん、はいはいはい、すごい国なんだと、うん、あそこに我々は恩返ししないといけないんだって、このね恩返しっていうのはその我々が生きてる代の話じゃないんですよ、まあトルコと日本の話はそうなんやけど、うん、2世代前3世代前な、うん、おじいちゃんその時の子孫が私たちの先祖を大切にしてくれた、守ってくれたと。はいはいはい。日本を私たちは愛してるんだっていうのがトルコじゃないですか、今。うん、はいはいはい。だからそういうことがこれからも起こっていくと思うんですよ、多分。うん。っていうことは、我々がさらに改心して古き良き日本人の魂を取り戻していくっていうのが今回のテーマってことですよ、これ。で、そうですね、この調和っていうか、世界の人々の調和っていうのをこう先導っていうか、引っ張っていくっていうか、モデルとして見せるっていうのは日本人しか無理なんちゃうかなと思って見てるんですよ。はい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 。うん。東西半島の人もそれないからな、はっきり言って。ない、あれ、ないんでしたっけ。これ見てる人には悪いけど、俺朝鮮半島のやつと一徹でやったからな、今まで。まあ、裏切るやからな、ここは。ああ、そうなんですね。もう俺はっきり言うからな、包み隠しもせんし、嫌なもんは嫌って言うからな。俺、世界の中で一番嫌いな学校やな。ああ、そうなんですね。裏切るんだ。そう、あの手のひらの返し方がすごいっす、あそこは。うん、へえ。まあな、多分な、あの卑屈なんですよ、ものの考え方というか、歴史が、はいはい、うん、そこはちょっと卑屈なとこがあるんですよ。だから強いものにはこうすり寄っていくけど、弱いものには叩きまくるみたいなとこがあるんよ、民族的にな。ああ、なるほど、そういうことか、はいはいはい、うん、弱いものを叩くし、強いものにはなびくし、で手のひら返すな、
はいはい、うん、なるほどね。だからある意味大陸、中国の大陸の人らの方が素直ですよ、はっきり言うけど。うるさいしな、わわわわうるさいけど、はい、嘘は駅でつくしな、あのあれやけど、あの可愛げあるんですよ、大陸のやつ。可愛げがね。だから本当は可愛げがあるんですよ、まだ。卑屈さがないんですよね。うん、なるほどね。はいはい。まあまあ、国ごとにそういう、国っていうか地域ごとにそういういろんなあれもあるけどな。まあ、今回一つのテーマとなっていくのは、東南アジアと日本、日本の場合の話でいくと、東南アジアと日本の付き合いですよ、多分。だから、ベトナムとかフィリピンとか、あとバングラデシュとか、あとネパールとか、はい、まあ、日本に来てるとこでしょ、あとあそこ、あのミャンマーとかな、はい、あとインドネシアとか、はい、ああいうところらへんと人たちとの融合ですよ、やっぱり。どう考えたって、うん。なるほどね、はい。中国人との融合じゃないよ、今回は。中国人との融合ではないんだ。ない、ない。違う。東南アジアですよ。東南アジアとの融合なんだ。うん、なるほど。我々のね、意識的なものとか、魂的なものとかね、いろんなことを、はい、あの、肌感覚ね、これ歴史的な経緯もあんねんで、そんな、こんなもんでいい、こんな YouTube で長いから、時間経つ、長い時間かかるから話さんけど、はい。肌感覚でみんな分かってると思う。よく行く人とか、付き合いある人は。あの、華僑の東南アジア系の人じゃなしに、フィリピンの人とかな、はい、ああいうあの東南アジア系の人だって俺ら合うんですよ、すっごい。ああ、なるほど。はい。背の高さ見た、見てくれとかな。いろんな、はいはい、ベトナムなんかも、よう合うんですよ、我々って。はい、うんうん。ルーツっていうのはちょっと違うんですよ、朝鮮半島とか中国とのルーツと我々って、どちらかというと。はい、まあ、うん、もうな2000年、3000年かけて、根血、3000年、4000年かけて、根血で、こう、ね、大移動、根血で混ざってるけど、はい、ルーツ的なものも東南アジアの方が近いですよ、我々日本民族ってやっぱりね。うん、な感じが。まあ、ええわ。で、じゃあ西洋社会はどうなっていくのかとか、はい、ああ、はい、これな、ちょっと大変だと思うぞ、今回は。これ、西洋の中東はこれ。大変ですか？ほんまに。え？大変、大変な感じですか？なるほど。大変やと思う。はい、はい。だから、以下があれば略奪、暴動なるし、はい。天災地変が起きたら我先に逃げるし、ガラス割って食料盗み出すしな。そうだね。もう、ああいう人らがいっぱいあるのがちょっと大変やぞ、ちょっとな、これ。大変か。ああ、なるほどね。ああ、で、植物的なものっていうか、宗教的な観念っていうのも一神教でしょ？はい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 。なおさら大変やと思うわ。ああ、争いが大宗教っていうのは。うん、はい。だからここへ来て本当の新しい地球っていうか、戦いの争いのない地球っていうか、戦争のない地球っていうのは一神教では無理なんですよ、これ。どう考えたって土台、うーん、やっぱり神仏融合っていうわけじゃないけども、その八百万の神じゃないけども、もうみんなんでもええと、イスラム教もキリスト教もユダヤ教もみんな来いと、もういい、あれよしよしと、みんな来いと、みんな日本に集まって来いと、ただここに来たら争いは許しませんよって、みんな手を取り合ってやっていきましょうよと、お互いの気持ちを分かり合ってやっていきましょうみたいなやつですよ。はいはい。だからね、その中東、西洋社会、ヨーロッパ、アメリカ、中東なんかがやっぱ混乱に陥ると思うんですよな。あ、特に西洋社会は今回はな、うんうん、はい、で、その混乱に陥った時に私たちはこれからどうしましょうかっていうことがやっぱ起きてくると思うんですよ。3、4年、5年後ぐらいね、これ。もう、はいはい、どうしたらいいんやろかと、これはと。なるほど。でな、うん、日本を見てみろと、うん、あのやり方しかもう世界はないぞっていうところへ行くと思う、今回は。うん、あ、そんな感じになってくるんだ。なると思う。うん、要は民がまとまらんとか、国がまとまらんとか、要は分かりやすい、はい、だからね、通貨的なものたちとか、そのピラミッドの頂点から何かをこう下ろしていって、はい、これでやれとか、あれでやれとかっていうものが緩んでくるんですよ。うん、高が外れます、はい、今回かな、崩壊して、はいはい、だから、はい、ピラミッドの頂点、王様が何かを下ろしていって、お前らこれやれ、あれやれっていう的なものがなくなっていくから、はい、どうやったってまとまりようがないんですよ、国も地域も。なるほど。うんうん、うん、だからそれを自主的に、能動的に自分たちで、なんていうんかな、手を取り合ってやっていくって、日本人しかもうお手本なの無理よ、これ。もうどうやったって。はい。うん、あの人らの世界っていうのは、その宗教的な戒律とか、法律的なルールで、しか
機能しないんですよ。それ分かるわな。うん。治安を守ろうと思うとな。でも俺この動画では何回も何回も言うけど、日本なんて治安ってほっとってもええでしょ、別に。そうでしょ。そうですね。こんな変なことするやつおらんから。はい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 、はい、うん。そういうことになっていくわ、今回は。うん。なるほどね。はい。だから、あの、福島、東日本大震災でもそうやったけど、神戸の震災でもそうやったけどな。はい。あの大地震が起きて、あんな悲惨なことになった後にな、暴動も起きんかったら、略奪も起きんしな。うん、まあね、そうですね。はい。みんなで水もらうのに並んでるわけでしょ、整然と。並んでますね。はい。こんな国は世界でないぞ、どこも、はっきり言うけど。きちんとってね。ああいう姿を見るようなことがこれから世界中で増えていくんやと思うわ。うん、ああ、そうなんだ、ね。見てみろと。もうあれしか方法はないぞ、うん、世界は。という感じ、うん。うん。まあ、ざっくりとそんな。ざっくりとね。なるほど。いやだから、何の心配もいらんとか、そういうのじゃなくて、あの、黄金時代と思うで、うん、次は。向こう100年。なるほど。その黄金時代ってのはなんで、うん、なんで黄金時代と思うんですか。黄金、いや、要は人が輝く時代ってことですよ。ああ、なるほどね。日本人というか、日本人の魂、魂だな。ああ。日本民族っていうか、すごいんだと、あれ、これが黄金時代ってことになると思う。だから、唯物論じゃないんで。要は、精神文化。人が財産になるってことですよね。もちろんですよ。だから、精神性ですわ。もっと言うと魂みたいなもんですよ。魂がときめくどうのこうのじゃないですけど、ね、いやいやいや魂に焦点が当たる時代が来ますから。はい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 、はい、うん。ってなるとやっぱりもう向こう100年で終わらないか200年ぐらい黄金時代かもからんな日本が。やっぱり日本ってやっぱり前も言ってたように独特しっていうかその特殊なんでしょうね日本人っていうのはね。世界かなり、かなり特殊ですよ。そうですよね。日本人はやっぱり特殊なんだろうな。だから要は何事にも引い出てる部分が多いんだろうなって思いますね。本当にね。まあだから雰囲気っていうかな、その雰囲気を読む力とか、うん、あと、あの、漢字でもほら、いろんな読み方があるやん。うん。白っていう字があったら、白って読んだり、白って読んだり、うん、白って読んだりさ。そんないろんな読み方できるってないから世界の言葉って。そうですね。本当それは思いますよ。はい、だから要は一つの漢字を見ても三つ四つの物事を同時に判断する力っていうのが自然に身についてるんですよ。そうですね。そうですね。はいはいはい。うん、だからその三方四方から一つのものを眺めることができる力を持ってるんですよ自然のうちにね。なんかね場の空気のコントロールも日本人はしやすいですしね。なんかね。だからまあイエスノー言えへんのが悪いとかいいとかじゃなしにやっぱりイエスノーだけで判断できないっていうことを理解してるってことですよ。うん。だってまあ100年200年っていうのはそのやった後の話じゃないですか。やった後の話じゃないですか。それは多いんですけど。その実際その今こう上がってる変わってる最中だと思ってるんですよ。大体具体的にどれぐらいなのかなって興味あるんですけど。じゃあどういう意味？要はどういう意味っていうのは大体それが完了し始めるっていうかもう完全に移り変わったよねっていう感じですね。2050年には完全になってるんちゃうかな。2050年ですか。なるほど。2030年ぐらいにはそういう日本じゃないのこれってこれからはっていうのが浮かび上がっていくのは2030ぐらいですよ。2030年ぐらいですよ。6年7年ぐらい。日本しか無理よねこれっていうのが浮かび上がってくるってことですよ。だからそういうふうになっていくためには今の日本を一旦壊さなあかんわけよこれ。だからこっから今年来年再来年2020までかけて、はい、今の日本は一回ぶっ壊すと、うん、だからこれはヨーロッパも一緒ですよ。今のヨーロッパもぶっ壊すと、うん、で今のアメリカも当然ぶっ壊すと、うん、オーストラリアニュージーランドもイギリスの生きにかかったニュージーランドオーストラリアも一緒よ、うん、なるほどなるほど。今日はぶっ壊すっていうのはそのピラミッドの形ですよ壊すと、うんとだからその金融とか、うん、政府とか、うん、そういう官僚とか、
そういうピラミッドの上の方を一回ぶっ壊さなあかんよねっていうのが3年ってことですよ。で、それが終わったら一回もう何ちゅうか、はい、もう何にもなくなるわけですよ。何にもなくなるっていうのは、そうね、うん、そのピラミッドの頂点からの指令がな、指令というか、そのルールというか、うんうん、世の中こんなもんですみたいなもんがなくなっていくわけですよ、力を持った。はいはい。と、うん、いうことは、民衆が何かやっていかなあかんわけでしょう。そうですね、はい。でも、うん、その民衆が何かやっていくときに、西洋とか中東とか、なかなかまとまりにくいですねっていうのが、どう考えたってなるでしょう、そら。うん、それはなりますね、はい。うん、暴動起きたり、点でバラバラ、それぞれの主張してみたりとか。はい。なかなかまとまらないんですよ。ルールとか法律とか、その唯物論的な上からの力がないとね。はい。そういう歴史なんですよ。あの西洋文化。うん、まあ、それはそうでしょうね。上からの司令塔があって、それで下に降りてくるのはそういう文化ですね。確かに。いやいや、そういう文化なんですよ。2000年代、その文化なんですよ。そうですね。王様がおって、うん、王様貴族がおって、奴隷がおるっていう文化。それはね、うん、そこはそうでしょうね。で、うん、でその歴史的に見ると、日本には奴隷文化ってないんですよ、今まで。ないですね、ないね、言ってましたね。うん、で、王様貴族は、じゃあその、西洋でいう奴隷っていう民やな、それどう見とったんかって言ったら、要は宝だと、民は。うんうんうん、国民は宝だって言っとったわけやから。うんうん、そら全然真逆でしょそれ。うん、だから見方が違いますね。そうですね。もっと、うん、まるっきり違うんよ。だから、はい、王様貴族が民衆は宝やって言ってるのと、はい、王様貴族が民衆は奴隷だって言ってるのと全然違う世界におるわけだから、うん、はい、で、そのそういう民衆は王様持ってる、あとは民衆は奴隷みたいな世界を続けてきた人たちが自分たちで今度民衆だけで次はやっていかなせか、はい、あかん世界がもう目の前に来たわけよ。はい。これはだから難しいよって言ってるんですよ。なるほどね。で、そっからぶっ壊れた2025から2030年ぐらいまでの 4,5 年間っていうのは民衆でやっていく時の強さって日本人ってすごいんじゃないのって俺いつも思うんですよ。確かにそうですね。どう取り合ってやっていくって形。で、それを見て世界が学ぶって形になると思うんですよ、今回。なるほどね。あのやり方しかもう無理やなと。うん、そういうことね。はいはいはい。大体のスピード感は分かります。なるほど。で、それが10年、20年、2050年ぐらいまでにかけて人口減少はしてるやろうけども、はい、日本人は減ってるけども、外国人は移住者は増えてると思う。その時にさっき言ったように外国人労働者とか入ってきた留学とかと手を取り合って、うん、このその日本人っぽくさしていくみたい。要は改心させていくってことです、あいつら。浄化していくってことね。浄化させていくってことね。それが大東亜な、今回の。はいはいはい、はい。大東亜時代だと思うわ。はいはい。時代が移り変わるってことだね。うん、まあ、まずぶち壊す。スピード感をちょっと我々は見ていかないといけないけど、そのまずぶち壊し始めてるところだとは思うので。いやいや、半分以上終わってますよ。もう6割ぐらいは、うんうん、7割近くは終わってるよ。うん、だからあと残り2つ。あとは残骸が残ってるだけですよ。残骸っていうのはいつも言ってるように、うん、ルール、法律、通貨が残ってるから、うん、なんとなく動いてるっていうだけですよ。そこには何かの意思はないってことですよ。うんうん、ただ単に、あの、なんていうかな、首バーン切り落とされてんのに、体、手と足だけはバタ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 動いてるみたいな。そうですね。右往の衆が手と足バタバタ動いてる状態ですよ、今。一番てっぺんは、ね、切り落とされてますよ、完全に。うん、そうですね。はい。うん、だから、あとはもう崩れた、いっぺんに崩れますよ。これ、だからいつもこの動画で言ってるのに、崩れる引き金引くのは通貨ですからね、やっぱ。はい。うんうん、要は、その手と足がバタバタ動いてる理由、動けてる理由は通貨がまた流れてるからですよ。はい、うん、やっぱり通貨はね、強いですね。血液が流れてるから、この血液を止められたときはバタっていくときです。通貨って根本的な、その、こびりついてるものっていうのかな、うん。感情がない、単純に生息してるものっていうのがありますからね。うん。それがあと2年半から3年で終わるかなって感じかな。成立したなって感じかな。うん、だから、まあそこから一般の人たちが目に見えて新しい時代再建するっていうのは、もうほんま始まってんねんけど、はい、普通の人らが分かるようになってくるっていうのは、2025年ぐらいからなってくるんじゃないかなと思います。う
まあそんなタイムスケジュール的な感じで、まあ予定通りですよ。これ宇宙ってすごいなと思うよ、やっぱ。もうその通り動いてるからな。まあ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 、何事も宇宙の一つが地球ですからね。だから、やっぱりな、我々がこれから学んで、やっぱりしっかり学んで、はい、やっぱり本当の古き、はい、その、我々の先祖の魂っていうかな、その考え方っていうのをもう一回呼び起こして学んでみると。はい、で、それに基づいた倫理観ですよ、やっぱり。うん。はい、あの、その倫理に基づいて外国の人たちとも付き合い、交渉していくと。はい。何もかも行っていくと。で、尊敬されていくような時代に入ると思うんで、はい、どうして今の日本人じゃないと思うな。生まれたのは日本人。はい、大して勉強して元に、なんていうのかな、その一回元にも一回元に戻ってさらにバージョンアップした日本人がわって出てくる、はい、そんな感じ。多分侍の魂とその侍の魂と仏の魂を兼ね備えた人たちがわそうですね、はい、これは尊敬されると思うな。これから楽しみですね、はい。まあそんな感じですかな、今日はね。そうですね、今日はなんかおもろいかおもろないかよくわからない話。でもたまにはいいんじゃないですか。でも未来だから、要は結局ね、未来がどうのこうのっていうのを久しぶりに言った話をした感じですけど、スケジュールと理由付けと、あと何で日本人なんだっていうのが明確化できたので、まあ、我々は日本人は自信を持ってねやっていければいいってことが分かったからいいと思います。まあそんな感じですよ。だからまあね、うん、なんていうんかな、最初の生々しい系の話の前振りのところに戻るけど、はいはい、こういうことなんですよ、うん、でこういうことなんで、やっぱりね、今のまんまのものを守っていくみたいな発想がやりにくいですよって言ってることはここですよ、やっぱ。そうですね、はいはい、言ってること分かるでしょ、なんとなく、うん、なんとなくね、分かりますね、はい、うん、挑戦チャレンジっていうかな、まあ、新しいことを切り開くっていう時代ですからね。ねえ、うん、そうですね。はい。だから要は過去にしがみついてるっていう時代じゃないんですよ、もう。うん。ほんとね、活動時代っていうかな、自由っていうか、はい、自分で全て判断していく時代になってくるんだな。はい、うん。だからそんなもん、何かこう、金銀財宝抱えてね、じっとしててもしゃあないんですよっていう。全く、それはごもっともだと思いますよ。はい、なんかこうもっとこうバーって手広げていった、なんていうかな、解放されていった方がいいんじゃないそういうふうに思ってますよ。いや、もう本当に、でも最初に言ってたことは本当にそうですよ。本当にまさしく、なんかみんな通貨に踊らされちゃってる。やっぱりこれで今日の話で大体なんていうかな、我々が行くべき道とか人類のステージ、なんていうか方向性っていうかな、はい、なんとなく見たでしょ、時間軸みたいなもの。そうですね、うんうん、でそのやっぱりなんていうかな、その求められてるテーマ性みたいなものを、はいはい、僕らが求められてるテーマもあるし、発信するテーマもやるし、がっちりしていくとは思いますよ、それで。はい、本当にいい時代来ますよ。唯物論じゃない時代っていうのが来るからね、これ、ね。すごい時代が来るのに、よう、なんとか生きてれ、ね、ましたね、私らみたいな。今度は見てる、今日最後になるけど、せっかくこういうの見てくれてるんやからね、やっぱりこの先どうなっていくんかとか、どういうことを要求されていくんか、どういう時代になるんかみたいなことを知っておけばな、もう準備というか、うん、いや、こんなんかもう準備体操、万端行くぜみたいな感じで。で、いきなりね、ちゃんと下準備しとけば、あとは発信するだけで、ゴーでバーってきますからね、本当にね。うん、もう、うん、準備体操、万端で行くぞ、ダッシュみたいなことができるんですかね。はい。うん、はい、まあ、そんな感じで。はい、わかりました。今日はありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さようなら。